まだわからない配信者としてではなく、男としての話をしてるんだよ。男としての。エルマルもそうだし、エルマルとやっちょ会ってるんだけど、振られてるんだよ。で、クルにも LINE で送ってる、振られてる。ブーちゃんにも振られてる。ね。で、今度ミサにも、俺がタイプ、振られてる。で、今一緒にいても、ゼロワンに名古屋に来てほしいとかって言っちゃってる。プライドがないのかな。で、なんでそれ理解しないの？だから、これともその配信の話じゃないんだって。男としての話なんだって。しかも、ね、俺が別れた途端に枠に行ってコメントして、どの女もそうなんだよ。ブーちゃんの時もそうだった。ね、コメントして、電話出て、誰が、どうしたの？誰が電話出てほしいの？もしもし？もしもし？なんで電話出なかったの？いや、今気づかなかった。俺ね、嘘、いたずら電話とかあるから、お休みモードしてるから、基本。あ、うん。もしもし？もしもし？あ、スピーカーにしよっか。うん。あ、そっちスピーカーしなくていいよ。なんで？いや、俺の声、著作権的なの問題発生しちゃうから、そっちスピーカー切ってくれる？わかった。うん、大事な話もあるし。はい。うん、スピーカーやめた？やめたよ、もちろん。で、さっきコメントしたの？コメントしたよ。名古屋に来てって。うん。アイテム投げたのに、有料アイテム。あ、ほんと？見てくれなかったの？うん、どうしたの、ミサ。来てよ。なんで？何してんの？だって逆に。いや、俺はまあ子供選んだし。じゃなくて、今、なう。今は、何してんの？今車にいるけど。うん。なんで車にいるの？いや、今買い物行ってたんだけど。何の買い物？いや、だから、クルが、全然ご飯食べてないから、美味しいご飯食べさせようかなと思って。そうなの？うん。私もご飯全然食べれてないんだけど。ご飯も食べさせてもらえないの、やっちょに。うん。全然気遣いないか、配信のことばっかりで。どうなんだろう。それはわかんないけど。全然やってくれないか。なんか、うどん好きだもんね、ミサは。うん、うどん食べてから、あと焼肉昨日食べたんだけど全然食べれなかった。食べれなかった？うん、そう、好きだから。じゃあ、俺だったらうどん食べに行ったりとか、うん。とりあえず、まず、うん、そうやってコラボよりも、うん、まず、女の子にご飯食べさせたりとか、うん、優先することってあると思う。うん。うん。で、お腹空いたなら、行って、うん、リスワン取りたいから、うん、自分の枠でやらしてってお願いしてみな。でもそれ言ったらダメって言われた。ダメって言われて。どっちみち無理だよって言われた。無理じゃなかったよ、全然。今日取れたよ。嘘。うん。だ昨日、クルが取って。変わって、やっちゃうに。いや、変わるよ。いや、もうね、俺が、今言ったこと？うん、お願い、いい？スピーカーにしてよ。お願い、いい？うん。同じ話でしょ？はい。もしも、やっちょう？はいはい。なんか、助けを求められてるんだよ。うん、別に解散してもいいよ。いや、解散、いや、解散、いや、解散じゃなくて、うどんが食べたいんだって。うどんですか？うん。うどんが食べたいのと、うん。で、うどんが好きだから、うどんを食べさせてあげたいのと、うん。あと、自分でも配信やりたいんだって。
したよ。俺はアーカイブ残したいし、うん、それリスワンとか閲覧とかね、うん、アイテムじゃなくて、でもさっき自分の番組作りやりたいって説明したから。あ、そうなの。で、うん、さっきなんか俺に閲覧勝ってるじゃんとか言ってマウント取ってきたじゃん、やっちょ。まあ、だって俺関係ないからね。便乗してこんだけ本件買ってるからって話。いやいや、そうやって言ってても、で、今チラッと今見たらなんか俺一人の方が閲覧あるからどうしたのかなと思ってさ自分の閲覧マウント取ってんじゃん。で、そうやって言われたからだよ。波あるんだから上がってるから。いやいやいや、やっちょがやっちょがそうやって言ってきたからだよ。言ってみたって自分だって俺の年齢がどうとか、ね、うん、5825とか言って、うん、だから年齢のことは言ったからいいんだけど、ね、どうしたのミサちゃん。とりあえずちょっとさ、私も自分の携帯充電今買ってきたから、うん、充電してるからできるから、うん、ワクワクつけていい。うん、うどん食べたかったりしたら、あのねミサ、うんうん、気を使えない男だから自分からちゃんと言わないとダメだよ。うん、分かった。うん、言うこといいな、遠慮せずに、我慢せずにね。いや、でも、うどん食べたいっていうか、まあ、何も食べれてない。何も食べれてないの？うん。配信にずっと付き合わされて？自分のことだけしか考えてないんじゃない？食べない状況じゃないの？自分の配信のことしか考えれないの？だからタイプじゃないって言われるんじゃないの、クル、にもブーちゃんにもミサにも。あの、配信者としてじゃなくて、まず男っていうのはジェントルメン、女の子をエスコートしなきゃダメだからね、やっちょ。配信の前に。俺のやり方がある？俺のやり方は、飯も我慢して、配信中心で、カラオケ屋に困ったら、お腹すいたの一言も言わなくて、ずーっとダラダラ、配信に付き合わせることが、やっちょのやり方なんだね。わかったよ！俺のやり方、俺のやり方は間違ってるから、今からでもフードメニューでお腹空いたんだったら何か食べようかって声かけてあげて。はい、自分が不利になるとそれに対してのアンサーがございません。え、それに関してのアンサーって何？それに関してのアンサーって何？女の子よりも、あなたが赤ちゃんをね、無責任に子供作るんじゃなくて、その時に欲求を晴らすためにやってることに問題があるんでしょ？え、子供を選んだから今美味しいものを食べさせたいっていう放送をしてるんだけど、今なんで電話してるんですか？ミサが名古屋に来て電話できるって言ってきたから電話してるんだよ。俺は普通に買い物行ってくるみに美味しいご飯食べさせようとしてるんだけど、あまりにも気を使えない。何時間もカラオケ屋にこもっては何か食べるの一言もない。フードメニューも食べさせない。ポテトの一つでも食べさせてあげてね。恋愛云々関係なく、恋愛云々関係ないんだよ。女の子と現状二人でいるんだったら、お腹すいたとかいう一言は声かけてあげてね。そんな気遣いできるんだったら、もうちょっと女性の気持ちも考えたらどうですか？それぐらいの気遣いしてあげてね。結局好きな感情ないでしょ、誰に対しても。何が？自分が好きになる。やっちょくん、人にアンサー求めるんだったら、今のくだりに関して、まずアンサーを答えて、俺に意見を述べてくれる？ブーメランだよ。うん？飯、自分が食べたくなくても、女の子にお腹すいたとかいう一言かけてあげて、自分がお腹すいてなくても、女の子だけは食べさせるような環境を作ろうね。それはあなたたちは恋愛してたかもしれないよ。恋愛してない人に対してもだよ。いや、何？恋愛してる、恋愛してる女性。恋愛してる女性以外には全く気も使わないんだね。はい、もう顔がピキってるよ。顔がピキってるから話かぶせるよ。話かぶせるよ。論点ずれてるよ。かぶせないでくれる？恋愛をしてない女性にも気使ってね。わかった？なんで使わないの？じゃあ、恋愛を意識してる女性には
気を使って下心をむき出すにするってこと、恋愛を意識してない女性には、恋愛を意識してない女性に対しては飯も食べさせずに自分の配信に永遠と付き合わせるんだね。恋愛を意識してない女性に対しては何の気も使わずに自分でタヌキ枠をやって自分の配信の道具にするの？あのさ、ずっと被せて何の話してるの？会話しようね。会話不全じゃん。なんで気を使えるか使えないか、うどんを食べさせて。じゃあ俺からのお願い、なんか頼んであげて。うん、じゃあ俺からのお願いだけど、お腹空いてるらしいから今カラオケにいるんだったら、それぐらい気使ってあげな。自分から言いづらいんだって。あの、女心わかんないよね。女心。じゃあ話進めないで。違う違う。やっちょくん。やっちょくん。向きになるんじゃなくて。違う違う。違う違う。やっちょくん。やっちょくん。話かぶせないで。違う違う。よくないよ。あの、配信じゃないんだから。通話じゃないんだから。通話じゃないんだから。発狂しないで。発狂しないで。俺が言いたいのは、話聞ける？なんで被せるの？なんで被せるの？ねえ、なんで被せるの？なんで被せるの？会話できますか？会話できる？会話できる？会話できる？あのさ、あの女の子って、なんか食べたくても男に合わせるような、だからなんで被せるの？話できないじゃん。なんで被せるの？あのさ、会話できないよ。あの、通話してるときに一方的に喋る方が勝ちなんですか？じゃあ一方的に喋ってあげるよ。女の子っていうのは基本的に何か食べたいっつっても、相手が配信してたりずっと喋ってたら、あ、ご飯食べちゃいけないのかなとかって言いづらいところがあるから、そこは男が紳士になって基本的に気使わなきゃいけないんだよ。何時から会ったんですか？お昼に会ったんですか？お昼に会ってずーっとお腹空いてるのに言いづらくて、わざわざ俺に連絡してコメントしてヘルプサインを出してきてるわけだから、それぐらいしてあげてね。恋愛感情がなかった俺は気使わないとかじゃなくて、恋愛感情なかった、じゃあ子供年寄り、子供年寄りにも気使わないの？年使うだろ。女の子には優しく気使ってやれよなあ、てめえ。優しくじゃなくて気使って。俺は自分から連絡してなくて自分の放送してるから、ミサがいちいち俺の枠にコメントしたり電話しようっていう環境を作らずにお前がやっとけよ。わかったな？迷惑なんだから。あのさ、今お前論点ずれたよね。どっちなんだ？子供選んだんだったら、子供選んだんだったら来るを選びと言いながら、お前は名古屋に来いって言ってんのは論点ずれてんじゃん。バカじゃないのお前。子供を選んだんだったら来るのために行くべきじゃないんだよ。行くべきじゃないのに関わらず、お前はわざわざ名古屋に来いっていう時点で、お前の論理は破綻してるの。これ論破ね。論破 !5825 論破 !5825 の38歳のピーターパン論破。